麒麟が来るの登場人物、足利義昭の生涯。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、麒麟が来るの登場人物、足利義昭の生涯について紹介していこうと思います。2020年の NHK 大河ドラマ麒麟が来るでは、俳優の滝藤賢一さんが足利義昭を演じることとなりました。滝藤さんは2017年公開の映画関ヶ原では豊臣秀吉を演じられていましたよね。今回、将軍足利義昭をどのように演じられるのか、とても楽しみです。そんな室町幕府最後の将軍足利義昭の名前は、ご存知の方は多いことと思います。しかし、彼の名前は織田信長と共に登場することは多くても、彼個人の生涯にスポットライトが当てられたことは少ないのではないでしょうか。今回は激動の生涯を送り、貧乏公方とまで呼ばれた流浪将軍足利義昭の生涯をゆっくりとご紹介していきたいと思います。仏に仕える人生のはずだった。天文6年1537年、義昭は室町幕府第12代将軍足利義晴の次男として誕生しました。兄が後の第13代将軍義輝です。足利将軍家は、嫡子以外の男子は皆仏門に入ることが慣例となっていました。これには後継者争いを未然に防ぎ、かつ寺社との関係を強化する狙いがあったと言われています。このため義昭は6歳で出家し、興福寺、奈良県奈良市の一条院門跡の僧となりました。この時名乗ったのが覚慶という名になります。本来ならこのまま僧として仏に仕えて一生を得るはずの義昭の人生でした。しかし永禄8年1565年、永禄の変で兄義輝が殺されたことで、彼の人生は大きく動き出すこととなるのです。兄や実母、弟までもが非業の死を遂げ、将軍家を再興する決意を固める。義昭の兄義輝は将軍の力を強化しようとしていましたが、それに不満があった松永久通、松永久秀の息子や三好氏の重臣三好三人衆によって殺害されてしまいました。この時義昭の実母は火に飛び込んで自害した上、弟で同じく僧となっていた周公までもが殺されてしまったのです。義昭にとっては大ショックだったことでしょう。しかも敵の追手は彼自身にも及び、彼は捕らえられ幽閉されてしまったのです。周公が殺されてしまったのですから、義昭が出家の身であるとはいえ、死を逃れることはできないと考えるのが自然でしょう。幽閉中に彼は死を覚悟したかもしれません。しかしそこで助けがやってきました。兄義輝の側近たちが危険を冒して彼を救い出してくれたのです。そして義昭は兄の無念を晴らすためにも、足利将軍家の当主となる決意を固めたのでした。将軍就任への執念。元服した義昭は以後室町幕府の権威再興のために精力的に動き始めます。畠山氏や上杉謙信、当時は照虎に連絡を取り、六角義方の協力も取り付けました。実は兄義輝の死後、将軍の座は空位となっており、三好氏や松永氏が担ぐ足利義秀がライバルとして存在していたため、一刻も早く将軍に就任したかったのです。しかしなかなかことはスムーズには運びません。六角義方が三好氏の調略によって離反してしまったこともあり、義昭はやむなく妹婿武田義純、義宗を頼って若狭、福井県南部へ向かい、その後越前、福井県の朝倉義景を頼り、漂泊の時期を過ごしました。
朝倉の兵力を頼りに上洛を果たそうと考えていた義明でしたが、朝倉義景はなかなか動いてくれず、頼みの上杉謙信も内乱の平定や武田氏相手に忙しく、兵を出す余裕がありませんでした。しかもそうこうしている間にライバルの義秀がちゃっかりと第14代将軍となってしまったのです。こんなことでは正当な将軍家の血筋である自分の存在が宙に浮いてしまう。焦った義明が次に頼ったのが織田信長でした。念願の将軍就任、そして幕府の権威復活のために尽力。朝倉義景の家臣だった明智光秀の仲介により信長とのパイプを作った義明は彼の力を借りて上洛を開始しました。三好三人衆を駆逐し、ちょうど義秀も亡くなってしまったので義明はついに将軍への就任を果たしたのです。義明のイメージというと、信長との関係や室町幕府最後の将軍ということで何もできなかった凡庸な人物というものがやや強いかもしれません。しかし彼は幕府の権威復活のため次々と手を打ちました。義秀を支持していた大物近衛先久を追放すると、慣例細川家や畠山氏など幕府の重鎮と結びつきを強め、幕府が安定するようにと努力したのです。またやはり将軍家というブランドは威力絶大で、各地の武将たちはこぞって義明に接近してきました。大ピンチ、本国寺の変と信長との蜜月。しかし依然として敵も存在しており、追い落としたはずの三好三人衆が巻き返し、義明の拠点だった本国寺が襲撃されてしまいます。拠点といえども所詮寺ですから、義明の命は風前の灯火でした。このままでは兄義輝と同じ道を歩むことになってしまいます。そこで駆けつけてきたのが兄の側近だった細川藤孝や織田勢でした。危機一髪、義明は命を救われたのです。このことがあったため信長は義明の屋敷を整備し、一大城郭のように強固なものとしました。その異様には各地の武将も次々と参勤し、ここで室町幕府は復活を遂げたのです。信長と義明の関係は蜜月とも呼べるもので、3歳違いながら義明は信長を御父と呼ぶほどでした。ところがこの関係も長くは続きませんでした。徐々に両者の間にズレが生じ始めていたのです。信長との対立、信長包囲網の形成。義明の目的は室町幕府の再興とその運営に自身が当たるというものでしたが、信長はあくまで天下統一を目指していました。義明を保護したのはそのために足利将軍家というブランドを最大限利用しようと考えていたからです。この辺で2人の意見はずれ始め、やがて信長は殿中恩掟という決め事を義明に提出します。最終的には21箇条となるその掟には、手紙を出すにも何をするにも信長に報告することや、信長は将軍の上位を得ることなく自分の判断で動けるといったものまで盛り込まれていました。義明はそれを承認はしたものの、守らないことも多かったようです。そして両者の関係は悪化していき、ついに義明は上杉、毛利、本願寺、武田、六角などに連絡を取り、信長包囲網を形成し始めたのでした。そこには浅井氏や朝倉氏、比叡山延暦寺なども加わり、実に強大な包囲網となったのです。これに対し信長は義明への不満や批判を書き連ねた17条の意見書を提出しました。それが引き金となり、義明はついに挙兵したのです。東からは武田信玄が呼応し、進軍を始めました。ついに信長を追い詰める時がやってきたかに見えました。信長包囲網の瓦解と京都からの追放。信長包囲網のほころびはすぐに始まりました。武田信玄が進軍途中で亡くなってしまったためです。このため
すでに挙兵していた義明は籠城して織田方に抵抗しましたが、結局どうなるものでもなく和睦の運びとなりました。とはいえ義明には将軍というブランドがありますから、信長も命を奪ったりはしなかったのです。しかし義明はまだ諦めていませんでした。和睦成立からわずか3ヶ月後、彼は再び挙兵したのです。ただ結果は最初から見えていました。信長に抵抗できるわけもなく、義明は降伏に追い込まれます。そして京都から追放されてしまったのでした。幕府再興の希望は叶えられず、最後の将軍となる。京都を追われた義明は以前のように居場所を転々とします。河内和江城、大阪府東大阪市、堺、紀伊、和歌山県とどこに行っても丁重に扱われたものの、流浪の身と同じことでした。そして毛利輝元を頼り、備後の友、広島県福山市に拠点を定め、ここでの彼の組織は友幕府と呼ばれました。義明はそこで再び打倒信長の策を練り始め、信長包囲網の再形成を画策します。正直信長にかなうわけないと思いますが、そこで諦めないのが義明のある意味すごいところかもしれません。なんとかして室町幕府の復活を志した義明に、信長が本能寺の変で討たれるという知らせがもたらされると、彼は上洛を期しましたが、やはりうまくはいきませんでした。すでにこの頃幕府に仕えていた者たちや公家たちの心は義明から離れていたのです。こうしている間に豊臣秀吉が関白となって天下をほぼ手中に収めることが既定路線となると、義明は将軍職を辞しました。そして室町幕府は終焉を迎えることとなります。その後義明は1万石の所領を与えられ、前将軍として高待遇を受けながら秀吉のおとぎ衆、話し相手を務め、慶長2年1597年に亡くなりました。まとめ。1、次男だったため出家しており、僧として人生を終える予定だった。2、将軍である兄が殺害されてからは正当な将軍家の後継者として立つ決断をした。3、将軍就任のために活動するがライバルに先を越されてしまった。4、織田信長の協力を取り付けて上洛し、ついに将軍の座に着いた。5、信長を父と呼ぶほど蜜月関係だった。6、徐々に信長との間に意見の齟齬が生じ、信長包囲網の形成を呼びかけ対立するようになった。7、信長包囲網が瓦解すると京都から追放されてしまった。8、幕府の再興を期すもうまくいかず、将軍職を辞してからは貴人として穏やかな余生を過ごした。こうして見てくると、義明が落ち着いて京都にいられた時期というのは短いものでした。流浪を重ねたために貧乏公方と呼ばれたなんていう話もあり、どこに行っても丁重に扱われたとはいえ、義明なりに大変なことが多かったのでしょうね。それにしても足利将軍家のブランド力はすごいです。あれだけ信長に反抗しても殺されなかったんですから。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分前の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。